おはようございます。今日もこれから旅に出かけます。出発地点は西日暮里駅。使う切符はいつもの青春18切符です。今日は5回目の中の4回目ですね。残り2回楽しみたいと思います。今回の目的地は静岡県の沼津。久々に沼津に行きます。久々といっても半年ぶりぐらいかな。それでは皆さん一緒に旅に出かけましょう。今日最初に乗るのは京浜東北線。これに乗って東京駅まで向かいます。5時43分東京駅に着きました。次に乗るのは6時5分発の熱海行きの列車です。熱海に到着しました。これから浜松行きかなの電車に乗り換えます。わ、階段が遠い。8時2分発のこの浜松行きの電車に乗り換えます。まもなく三島です。浜松に到着になります。8時20分沼津駅に到着しました。これから沼津の街をブラブラしようと思います。改めましておはようございます。沼津駅前に来ています。沼津の駅前、バーッと見渡してみると中層のビルがぐるっと駅前ロータリーの周りにあります。で、南の方に向かってかな、アーケードの商店街が続いています。これから今度は沼津港、港の方に、海の近くに行ってみます。バスの時間までちょっと時間があったので町をブラブラしていたところ、気になるお店を見つけました。足に嬉しいシューズの加藤という看板があるのに、その下にチャトラコーヒーというまた別の看板があります。ちょっと気になるのでこちらのお店入ってみます。お店の中は素敵なコーヒー屋さんでした。今回はホットコーヒーを注文しました。苦いのと軽めのがあると言われたのですが、僕は苦いのが好きなので苦い方を注文しました。さあ出来上がりです。机が小学校みたいな机でなかなか面白いんですよね。あ、いい匂いがしてきました。この匂い、朝から嗅げるのは最高の幸せです。それではいただきます。実際に飲んでみると確かにしっかりとした苦味があります。朝から効きますね。実はこの日は4時起きで、この時点で8時45分から50分ぐらいですかね。しっかり目が覚めました。朝から美味しいコーヒー飲むことができて、気分よくこれから港の方に行こうと思います。バスの時間まであともう少し、ちょっと急ぎ目で歩いてバス停に向かいます。沼津港に行くバス停は一番乗り場ですね。そこが駅で、駅を出てまっすぐ出てきてこちらです。ここに一番沼津港方面、このバスに乗ります。これからバスに乗ろうと思うのですけれども、この9時10分発 EV でついてますね。これが面白いバスなので乗ってみます。あ、今見てるのはこれ平日で、休日の方の朝の予定、本数が多くなって休日でも EV あります。お、来た EV バス。このちっちゃくて可愛いバスに乗り込みます。すごいなこれ。ポーツトゥータウンって書いてある。
タイヤが10個沼津港に到着しました。とりあえずお腹が空いているので何か食べに行こうと思います。こっちの方かな、お店がいっぱいあるのは。港83番地、この中に飲食店がいっぱいあるようなので、どこで食べようかな。さっきの通りから抜けたところでもいっぱい飲食店がありますね。朝からやってる、まだ9時半前なんですけれども空いてるお店多いですね。どこにしようかな、ここにしようかな。残念、西尾は今日お休みでした。こちらの関野というお店に入ってみましょう。営業中、関野は入れなかったので海鮮丼工房ジンというところに行っています。ここは入れるかな。注文したのは生しらす丼です。通常1120円ですが、シャリ小盛りにしてもらったところマイナス50円1070円でした。この日は朝から生しらすの気分だったんですよ。実は生しらす大好きなんで。さあ、それではいただきます。いやー、これ最高でした。むちゃくちゃ美味しい。何もかけないでもそのままでも生しらすの甘み旨味がたっぷりあって何口でもいけちゃいそうです。でもちょっとお醤油かけてみようかなということで、ちゃ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 っとお醤油もかけてみました。やっぱりお醤油あれでも最高でした。こちらのお店は丼物を頼むとお味噌汁とドリンクバーもついてきます。いいサービスでした。満腹になってごちそうさまです。いやー、美味しかった。生しらす丼久々に食べました。さて、ご飯の後は、遊覧船に乗りたいのですけれども、まだ出港まで時間があるのでちょっと行きたい場所一つあったのでこれから向かいます。これから向かうのは沼津港大型展望水門ビューを、この先にあるようです。まだこの段階では大型と言われてもピンとこないですけれども、この水路の突き当たりを左に行くとこれだ、これがビューだ。でっか、想像以上にでかかった。しかもかっこいい。うわ、なんだこれ。ビュー入り口、こっから入ります。あ、大人100円、10時から20時。あ、入れる入れる。さて、到着。今水門の上に来ています。こちら側の風景は魚市場の方、港の方ですね。あ、向こうの方にも街が見える。反対側に行くと、行く前にこっちの方では、あ、ちょっと反射で見えにくいかな。この水門開けたり閉めたりするためのこの何て言うんですかね、ぶっといワイヤーがありますね。
さあでこちら側の風景も見てみましょう。こちら側は海。でっかい船もいますね。ああ富士山は見えないか。水門の水路の真上のところ、床が海っぽくなって深海っぽくなっていますね。さすが沼津港。沼津港航路水門ビューゴの誕生。東海地震などにより発生が予想される津波から地域住民の生命と財産を守るため、平成8年度に調査設計に着手して以来、9年の歳月と総事業費約43億円をかけて平成16年9月に完成したそうです。扉、機体は幅40メートル、高さ 9.3メートル、重量406トン。シェル構造のゲート設備重量は923トンで日本最大級の津波水門ということです。次はこの沼津港遊覧クルーズ、こちらに乗ります。所要時間30分で大人が1300円か。船はそこにあるやつかな。じゃあチケットを買いに行きます。出港時刻表は11時、12時、13時、14時、15時。僕は11時のやつに乗ります。この船が今日のクルーズ船です。後ろの方にデッキもあるんですね。船室もあるっぽい。乗り込みます。よいしょ。お、ここが操縦台っていうのかな。で、まずは船室よりもやっぱり外ですよね。外の席を取ります。よいしょ。出航前にカッパエピセもらいました。後で取り投げよう。出航です。これから30分の沼津湾内クルージングのスタート。ありがとうございます。ありがとうございます。これより皆様を駿河湾クルーズへとご案内いたします。ただいま皆様方、申し遅れましたが、本船は修理観光機船所有第1伊豆丸でございます。ここら辺が沼津大市場。カッパエビスやってみようかな。よし、来るかな来るかな。用意すると来ないか。で、カモメがいなくなっちゃった。あっといううちに、先ほど上に登ったビューを、いや下から見るとでっかいな。今ビューの真下を通っています。いやもちろん水門は開いてます。すごいね。港から外に出ます。ビューがあんなちっちゃくなっちゃった。さあ港の外に出ました。まあでも海は静かですね。しかしさっきからね、カモメにあげたいんだけれども、トンビだらけでね、怖いんですよね。今キャッチさんが多分いると思うんですけれども、ちょっと今雲で隠れちゃってますかね。今進行方向、後ろ側の景色です。っていうかね、もうね、鳥だらけ。島に呼ばれております。頂上には淡島神社の町並み。港に戻ってきました。でまたビーゴの下をくぐります。
なんでこれすごいですよね。でっかい。先ほどまではあの一番上のところでこの海を眺めていました。さて、まもなく到着です。いや、海の景色なかなか良かったですよ。あの周りのちっちゃな島とか、あと陸地意外に緑が多くて、で山が多い。海の近くがすぐ山、そう、そんな景色がずっと続いています。あとあの松林だっけ、あの木がずっとこう海岸沿いにつながってるやつ、あれもいい景色でしたね。船内クルーズ終わりましたので、今度は何かスイーツ的なものを食べたいと思います。深海スイーツ、塩キャメル、深海プリン1個ください。深海プリン買ってきました。1個430円か。上側がゼリーで下がプリンですかね。ではいただきます。まずは上の方から。結構細かくこのブルーのが分かれてるんですよ。ではいただきます。おお、なんか爽やかな味です。なんだろう、昔のあのかき氷のブルーハワイ的な、うん、そんなイメージですかね。とまずはこのように海の部分、深海の表現ですかね、ここを食べていきます。その後に白いプリンの部分が続いていきます。でこちらは甘くて、そう、青い部分とはまたちょっと違う食感と味ということで、2度味が変化する、なかなか美味しいプリンでした。沼津港から今度は沼津駅に向かって歩いて帰ろうと思います。見てください、線路がありますね。ずっと先になんか繋がってそうだけれども、まあ、もちろんここには今鉄道は走っていません。廃線跡です。ジャマツ線という昭和49年に廃止された貨物線ですね。今後ろを見てみます。ぐるっと振り返ってみると、うん、こちら沼津港、この港とまたぐるっと回って沼津駅の方面に結んでいた貨物線です。せっかくなのでこの貨物線の廃線跡ちょっと見てみることにしましょう。こっち側に線路が残っていますね。港の風景からもうすぐに住宅街の中に入っていきます。こんな家と家の間、まあ家が前からあったとしたら、そう、こんなそばを貨物船が走ってたんですね。いや、いい具合のカーブが向こうにあります。こんな風に線路の真ん中を歩くなんてことは廃線跡じゃないとできないことですね。現役の線路ではできません。ここはこう線路が2本あるけれども、ここら辺になると右側の方がなくなってしまいました。まあこの花壇の部分は廃線になってからできたということですよね。線路があるのはここまでですかね。でこっち側の方にはもう線路がなくて、まあ、歩道になってますね。進んでみましょう。この公園はジャマツ公園。公園過ぎたあたりからはこのような緑道になっています。もうものすごく分かりやすいですよね。もう線路の幅だいたいこれぐらいだったんだろうなというのが、ここを貨物船が走っていたと。今からまあ50年前のことです。廃線跡の緑道からは離脱して鹿野川沿いに来ています。向こうに見える橋、あれが永代橋かな。ザ・ブルーウォーターというカフェ、残念ながら
火曜日お休み、そう今日はね火曜日なんですよ。でこのカフェの裏側、この向こう側はあの鴨川になっていて、川を望むテラス席があるそうです。うん、そこでコーヒー飲みたかった。沼津駅の北口にやってきました。これからお昼ご飯に行きます。食べりたいのは餃子、餃子のお店に行きます。ただいまの時間は13時4分。沼津港から寄り道しながら1時間ぐらい歩いてきました。でやってきたのはここ沼津餃子の店北口店。さあ入ろうと思ったのですが、なんと定休日。通常月曜日が休みっぽいですけれども、今日はここの19日火曜日。ショック。次のお店を探します。次にやってきたのは同じく沼津駅の北口にあるこちら、中華高野屋。よかった、のれん出てる。注文したのは450円の餃子と750円のチャーハン。最初は小ライス注文したのですけれども、他のお客さんが食べてるチャーハンが美味しそうだったので変更しました。餃子は6個入りで、チャーハン、チャーハンにはスープ付きです。いただきます。まずは餃子から。これね、しっかりとあんが詰まっていて、お肉メインですね。かなりボリュームあります。1個でも満足感が高いですね。次はチャーハンをいただきます。いや、熱々です。この湯気見てください。でまたこれが美味しいんですよ。チャーシュー、細かく切ったチャーシュー以外にもあのひき肉の塊も入っていて、このチャーハンも餃子と同様に肉々しさがたっぷりとありました。いや美味しかったな。餃子もチャーハンもかなり好みでした。昔はこの通りもアーケードがあったんですかね。その名残が今も残っているのでしょうか。いやー、高根さん、いい雰囲気の、昭和の雰囲気の食堂でした。餃子もチャーハンも美味しかった。再び沼津駅の南口にやってきました。アーケード街を今度はじっくりと歩いてみたいと思います。今は13時55分、平日のお昼過ぎということで、そんなに人もいないのかもしれません。まあでもお店結構開いてるんですね。いろんなお店、服屋さんやカフェやたこ焼き屋さんや飲み屋さんなどなど、あと喫茶店もありました。なかなか面白い通りですね。このメインのアーケードの通りだけでなくて、こっちの横を見てもまあ低いアーケード。こちらは何製っていうんですかね、ビニール製っていうんですかね、うん、そう、そんなアーケードあります。この曲線がある建物もすごくいい。こちらのアーケード名店街、昭和29年に作られたそうです。そんな昔、1954年、今から70年前。ちょっと歩いてみましょう。そう、ここのアーケード、ま、なんていうかな、この屋根の部分のさらに上、そこ居住部分になってるんですよね。まあ、つまり建物の一部がくり抜かれてアーケードになっているというイメージですかね。すごい構造ですよね。これが戦後9年で作られたと。まあ残念ながらシャッター街ですかね。
そう、よく見ると2階建てのところ、さらに向こう側ちょっと小さくなっちゃいますけれども、3階建てさらに4階建ての建物もあります。この横道に入るところの部分なんですけれども、この道の上にもアーケード、ちゃんと屋根がついています。で、両サイドの家両方とも曲線、向こう側の建物が今までの建物よりなんかさらに巨大な感じがします。全部一続きなんですかね。アーケード上は一続きに見えます。1階部分も、まあ、外壁はそれぞれのお店で異なっているけれども、実は全部つながっているんでしょうかね。アーケード名店街の反対側のアーチには文字がなくなっていました。撤去されてしまったんですかね。次に来たのは甘味処どんぐり。ここ大人気のお店でした。見てください、この行列。僕も行列に並んでみることにしました。食券機で注文をします。抹茶クリームあんみつを押しましたけれども、まあ、注文したのはお願いしたのはいちごスペシャルあんみつです。抹茶の部分を消していちごと軸で書き直すという面白いシステムでした。さあ、で食券を買いましたら、僕の席は川崎という席だったのですけれども、その蓋に食券機を挟みます。で、次にこれ目の前に水路があるんですよ。で、その水路を桶が流れてきます。その桶に食券機と札を入れて水路に流します。一体どういうことかと言いますと、なんて言うんですかね、これ回転寿司の水路バージョンとでも言うのでしょうか。そう、注文も、そして注文品が流れてくるのもこの水路を通じてなんですね。自分の注文品はこのご覧のように桶に席の札がついていますので分かるようになっています。で、店内割と広めです。で、ぐるーっと、まあ、本当にこれ回転寿司っぽいですよね。そう、こんなシステムです。で、水路を流れてくると言いましたけれども、これ自分の目の前にランプがありまして、そこが点灯したらそろそろ注文品が来ますよという合図になります。お、来た来た、川崎と書いてあります。はい、今回注文したいちごスペシャルパフェが届きました。で、桶を自分で止めて、で桶から注文品を自分で取ると。こちらがいちごスペシャルパフェです。いちごや、あといちごのアイスクリームも乗っていますね。で、そこに黒蜜をかけていきます。では、いただきます。これ中にいろんなものが入ってるんですよね。何種類のものが入ってるんだろう。リンゴ、あとゼリー、みかん、あんこ、さくらんぼ、生クリーム、まあ、そしていちごなどなどですね。これだけのものを一度にたくさん食べることができます。フルーツの酸味や、そしてアイスなどの甘み、そう、いろいろな味がこの中にギュッと詰め込まれていました。おやつとして食べるには結構なボリューム感がありました。お腹いっぱいです。パフェ食べ終わりました。食べ終わった食器なのですけれども、目の前を流れてくるこちらの空の桶に自分で入れていきます。で、その桶を流す。で、この後は席を立ってお店を出ても OK です。どんぐりを出たのは16時ぐらい。もうちょっと沼津の街を歩こうかとも思ったのですけれども、この日は
4時起きでちょっと眠くなってきましたので、帰ることにしました。沼津駅から熱海駅、そして熱海駅からこの東海道線の列車に乗って上野に帰ることにします。そう、この列車熱海発高崎行きだったんですよ。ものすごいロングランの普通列車です。さあ、今回の沼津の旅、むちゃくちゃ盛りだくさんでした。 EV バスにも乗ったし、美味しい生しらす丼も食べたし、水門も、巨大な水門も見れたし、沼津港のクルーズもしたし、深海プリンも食べたし、などなどということで、もう数え上げたらキリがないくらい。たった1日、いや、というよりも滞在時間はおよそ9時間。その間に沼津で非常に盛りだくさんな内容を楽しむことができました。自分で思っていたよりも、想像していたよりも、楽しいこといっぱいありました。それでもまだ宿題残っていると思います。まだまだ沼津の街で発見しきれていない魅力もあると思います。ぜひまた僕自身も沼津に遊びに行きたいと思っています。皆さんも気になりましたら、ぜひ沼津の街行ってみてください。それでは、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします。今回の旅が春の青春18切符の5回中の4回目ですね。あと1回残っています。次はどこの町に行こうかな。それでは皆さん、また次の旅でお会いしましょう。